かなか出られませんよね。さあ、私紀藤理恵が静岡県の最新情報をお届けするこの番組、今週号のテーマはこれ、伊能五輪。来週16日から静岡市を中心に第49回伊能五輪全国大会が開催されます。これは時代を担う23歳以下の若き技能者たちが日頃の業務や訓練の中で磨き上げてきた技能レベルを競う大会です。家具や左官、フラワー装飾、造園、機械組み立て、メカトロニクスなど40職種において技を競います。静岡県からも機械組み立て、左官、理容、和裁など20分野に52人が参加、その技を発表します。はい、紀藤編集長、私はフラワー装飾部門に静岡県代表で出場します。フラワー装飾って分かりづらいですけど、花束やブーケ、テーブルフラワーの花などをいかに綺麗に美しくデザインするかという競技なんですよ。なるほどね。高校生の久保田さん、フラワー装飾ってトレーニングはどうしてるの？実家がフラワーショップで、お花が身近にあったので普通の人よりはラッキーでした。でも身近なのと技能習得は別で、できる限り毎日花と触れ合ったり作品を作ったりしています。毎日練習が必要ですが、好きなことなので頑張れるって感じです。フラワー装飾をしている時ってどんなことを考えたり、どんなイメージを持ってるの？その花の美しさをどうやったら引き出せるのかとか、どの方向から見ても綺麗に見えるようにするにはどうしたらいいのかとか、あと個性を出したいなと思っています。久保田さん、最後に意気込み聞いちゃいましょう。地元開催の全国大会なので、ぜひ足を運んで応援してほしいです。これをステップに国際大会に出場できるくらいの技能を身につけたいと思います。頑張ります。頑張って。静岡の若者の技が全国に、世界に、すごいぞ日本。第49回技能五輪全国大会が12月16日から静岡市ツインメッセを中心に開催されます。こんな仕事があったのか、こんな風に作るんだなど驚きの技能がいっぱい。その技をぜひ直に見てください。週刊富士の国編集室からプレゼントのお知らせ。静岡の農芸品、静岡県産紅ほっぺを5人にプレゼントします。技あり日本。次号は富士の国ベジフル大使による地産地消のすすめ。さあみんな、プレゼントはホームページからもご応募できますからね。検索してね。